ンポン。赤いキツネと緑のパウチ。健康食品かな。違う、やり直し。赤いキツネと緑の匠。どこの二つなだよ。違う、やり直し。赤いキツネと黄色のボディ。何もかもがちげえ。てか黄色のボディってなんやねん。みかん食べ過ぎました。お前のスキンケア事情なんてどうでもいいんだよ。んで、なんでうちにこんなことやらしたんや。あかりちゃんはあの大合戦をご存知でない。なんやねんそれ。赤いキツネ対緑の狸、チェンドリ大合戦。ああ、確かになんかやっとるな。今日はこの合戦をテーマに大激論をしていこうかと思います。はあ、まあええけど、ちなみにあかりちゃんはどっちが好き？赤いキツネや。先生は赤いキツネです。おい、どうすんねん。好みかぶったら激論できんやん。あかりちゃんはお蕎麦好きですよね。さりげなく緑に取り込もうとするのやめろ。まあ実際の結果も赤いキツネ強すぎ問題なんですけどね。わい、あかん、企画倒れや。終わった。まあいつも倒れてるから平気平気。やかましいわ。ね、どうすんねんこっから。では脅威の第三勢力を投入する方向性でリカバリーを。やめろやめろ。